なんだ新人は。確か頭ぶつかりそうやろ。入れる？ロンクスだ。ロンクスだ。いいね。おいしそう。素晴らしいね。これで600円だ。650円。650円。めっちゃ安い。昔ながらの。あ、そう。よかったレストランってなって。優しい。カツ丼セットで、いや美味しそう。格安旅行日記。でも、温泉行ってから大湯行きたいよな。それは無理だわ。バッチリよ。きつーく、ちょっとシートベルトして。いや、ちょっときつくからあんま関係なくない。さあ、行っちゃいます。ペーパードライバーの運転で。カズミさん、ああいう避暑地とか、なんか炒めしとかピザとか、すげえ多いじゃん。いや、まだいい。まだ台風来てますな、マジで。うん、おぉ、そばにか。セルフレジ。あ、はい。こっちで。前来たことあります。あ、王様は大丈夫です。温泉はすげえよかった。まだ続くの？まだ続くの？戻ってくるの大変じゃん。だからこの階段はね、うまく取れないんですよ。
来たら会うと思う。いやちょっと温泉の効能がありすぎるわ。北温泉に着く前にすでになんかやられてる感じだけど、ピュレアの心情確か頭ぶつかりそうやもん。疲れましたな、なんかお風呂入っただけで。何考えてるの。疲れてるじゃん。昔からポテチとかですかね。何しよう。うん、ありがとうございます。母ちゃん、こっちからもう鹿の湯だ。あー、小鹿の湯、来たー。鹿の湯か。もうここは鹿の湯。霧がマジヤバいことになってるわ。うまいよ。次、すごい、何も見えない。ヤバいよ、いやー、霧しか見えない。この暗さは怖いですね。ありがとうございます。すごい昭和。じゃあだからここは何だろう。あ、僕らは江戸時代でした。うわ、すごい江戸時代からの部屋。江戸ですか、安政ってやつ。あ、そうなんですね。建てましたすごいなぁ。え、これも温泉なんですか。これ飲めるんだ。釣り場ですね。なんか温泉のせいか、なんか館内すごいあったかいですね。こちら女性用なんですね。あ、これ浮き物ですね。ちょっといいですね。ちょっと楽しそう。あー、これもうわ、嬉しいです。あ、お湯もあると。猫来るの。ネキも。さすが、Wi-Fi あるんだ。Wi-Fi あるんですね。やべ、タオルねえよ。やばいわ、タオルないと思わなかったわ。ちょっとタオル見てなかった。格安旅行日記。
あーでも宇宙超気持ちいいわこれは。行ってらっしゃい。素晴らしい。ここの温泉ちょっと楽しいわ。楽しい。格安旅行日記。いやー電波圏外なのかすごいな。でもすごいね、今日これでお値段調理ですか。知ってるね、湧き水ってだから、あれっていうか、あれは、うん、バイ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 スタブハウス入場なんですよ。それでムチ持ちながらあいつ禁止だからさ、当たってるか当たってないか分かんないで、観客に氷いっぱいで日本酒焼酎もう選び放題になった状況ですね。ちょっと肉固まりすぎじゃね。超美味しそう。おそばすごいね、結構。うん。